はい、ボンジョーアトゥース、皆さん、こんにちは。5月だ、連休だ、ノルマンディーだ、ということで、娘もいます。1日だけ家族3人で、ちょっとですね、小旅行に行こうということで、このカーンから1時間で行ける世界的に有名な、あの神秘的な海に浮かぶモニュメントです。あそこへ向かっております。Et on voit les petites voitures toujours. Vont foncer dans les bâches là. Beaucoup. Oh, il y en a beaucoup là. C'est le coin de la vache là. Ah la vache. ひょうたん島のような島がありますが、これトンブレーヌ島という島です。天気いいね、よかったよかった。ここにプレサレちゃんたちがいます。これモーサンミッシェルの AOP に指定された名産品ですね。美味しい子たちなんです。はい、モーサンミッシェルで私一押しのレストランはこちらですね。ラフェアムサンミッシェルというところで、プレサレ、ね、食べることができます。レストランは閉まっているので、こういうお弁当、ランチボックスを頼んでみました。前菜に魚のテリーヌとサンドイッチが2つついてきて、カマンベールのサンドイッチ、これカマンベール美味しかったね。チキンのサンド美味しい。でデザートがリンゴのコンポートで、これを名物のバターのビスケットと食べます。はい、モンサンミッシェルまで来る時にはパリからだとブルターニュのレンヌまで TGV が出てます。そこから長距離バスでこのモンサンミシェルに来ることができますが、その時もこの駐車場があるとこですね、ここにたどり着きますので、ここから今から乗りますナベットに乗ります。これに乗らないとモンサンミシェルには行けません。でここにツーリストインフォメーションとかお手洗いがありますので、こちらで済まされることをお勧めします。はい、これがナベットです。はい、ちなみにナベットは無料でございます。まあ、定期的に出ていますけれども、ハイシーズンの時にはもう本当に次から次へとやってきます。今日は歩いて、向かってみようと思います。はい、ご覧のようにね、空があっという間に曇ってきましたけれども、こちらは、はい、青空という感じで、モンサンミッシェルはね、本当に天気がコロ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 変わるんですね。はい、これが2015年に完成したダムです。で、このクエノン川というね、川がノルマンディとブルターニュを隔てているんですが、潮が満ちてきた時にザザザザザーと満ち切ったところでシャットアウトして、で潮が引いていく、その時にダムを開放するわけで、そうすると水がこう流れていって、砂を堆積させないように、砂をこう流すようにですね、できてるわけです。というのも19世紀に歴史的建造物に指定されて観光地化したんですけれども、その時にね、ここに鉄道が走ったぐらいだったんですね。堤防ができて、で砂がどん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 堆積していってしまって、海にぽっかり浮かぶ島というね、神秘的な姿が見られなくなっちゃったわけですね。はい、空が晴れてきました。
い、ようやく着きました。40分歩きましたということで、ぜひ皆さんナベット使ってください。はい、今この橋の上に来てます。ね、この潮の流れにも耐えられるように考えられた橋です。ガイドさんなしで歩くと、あっという間に海に、ね、囲まれたりとか、龍車ね、飲み込まれたりして、ね、大変危険でございます。はい、入り口着きました。はい、こんなになってます。ね、モン・サン・ミッシェルはもともとは、ね、修道院ですね。そしてその後要塞になります。ということで、はい、ご覧のように弓矢をシュンシュンピューンと投げる、ね、穴がこうやって開いてます。はい、現在閉店中の有名なメールクーラーですね。こちらです。こちらです。オムレツ一皿32ユーロ、これです。美味しいかどうかではなくてですね、ここでデモンストレーションしてるんですけど、名物なのでっていう感じですね。そしてこれが、敵が攻めてきたら橋を上げて、あちらですね、柵が降りるようになっています。今回はですね、閑散としたモン・サン・ミッシェルツアー郵便局ですね、これね。はい、はい、ご覧のようにこれ防壁のとこ登ることができます。で、これが村役場です。モン・サン・ミッシェルはですね、村なんですね。ということで村村長さんもいます、ね、この、ね、看板が可愛らしいんですけれども、中世の、ね、頃は字読める人はあんまりいないですから、それこそ修道僧とかしか、ね、字を読んだり書いたりできなかったので、何屋さんかすぐ分かるような看板を作ってたわけですね。あ、撮影してますね。さっきからトラックがだいぶ通ってるなと思ったら、はい、フィギュア橋エキストラって書いてありますね。で、公衆トイレが右手にあります。で、ここがメインストリートですね。はい、かわいい看板がたくさんあります。ここね、本当に普段はすごい人なんですけど、閑散としております。私は江ノ島と呼んでいるんですが、江ノ島のね、お土産屋さんの通りみたいな感じですね。でね、中世の頃から巡礼者の方用にお土産屋さんがすでにあったんですね。まあ、その当時はメイドインチャイナのお土産ではなく、巡礼者の証であるホタテ貝をね、飾ったものとか、セイミカエルの置物とかですね、あとは角笛ね、いや売ってたそうです。それをブーブーブーって吹きながら、いいモン・サン・ミッシェル行ったぞーって言ってね、ブー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 吹くんですけど、うるさいっていうことでね、もう販売中止になりました。息が切れてきた。こちらね、結構上り坂ですよ。あ、そうそう、ちなみにね、まだ住んでる人いるんです。これ村ですからね、住民は30人ほどの方いらっしゃるそうです。で、はい、こちらがサンピエール教会、ジャンヌダルクがいます、ね。モン・サン・ミッシェル、仏百年戦争の時にも、イギリス軍の手に落ちることがなかったということでね、もうすぐです。100年戦争ね、14世紀から
15世紀まで約100年、まあ、断続的に続きますけれども、まあ、その時にノルマンディもパリもイギリス軍の手に落ちましたけれども、このモン・サン・ミッシェルだけは敵の手に落ちることがなかったというその理由というのはやっぱりですね、海に囲まれてますから、ね、潮が満ちてくる。で地面がドロドロですからね、大砲とかゴロゴロ転がすの大変なんですね、ということでなかなか落とせなかったと。まあそこもやはりですね、神秘的なこのイメージに貢献しているというかね、聖ミカエルが守ってくれたんだなということです。はい、ここから頑張りますよ、合計350段ほどですね。やっぱり空いてます。今ですね、修道院はアベイですね。モン・サン・ミッシェル、聖ミカエルの山、アベイ修道院です。もうそろそろです。でも私ここね、80歳を超えたお客様と登ったことありますけどね、いやお元気でしたね。はーい、見えてきました。よいしょ。今修道院は閉まってます。あれ今更ですかねっていうね。なので今日ね、修道院はご案内入りませんけども、しませんけれども、最近はどんな様子なのかというのをお見せするためにちょっと寄り道してみた次第でございます。はあ、でちなみに西洋の脅威ラ・メルベイユというのは、これのこのモン・サン・ミシェル全体を言っているのではなく、北の塔のことをですね、ラ・メルベイユって言うんです。なぜかっていうと、1200年代にフランスの王様がここをですね、あのノルマンディー港から奪い取るんですけど、その時にね、フランスの王様の味方だったお隣のブルターニュの兵士たちにね、火つけられちゃうんですね。破壊されたこの修道院の修理費を王様が出すんですけど、その時にですね、18年間で作った有名なあの天井の回廊ですね、がある塔です。そちらを作った、そこの塔が、北の塔がラ・メルベイユ、西洋の脅威と呼ばれているわけです。よいしょ、ここまでしか行けません。ここをまたさらに登っていって入り口があるわけですね。ご覧のようにところどころ門がありましてですね、その上から石を落としたりとか、油を、煮えたぎった油を落としたりして、この修道院を守っていたわけです。海の景色をご覧いただきましょう。カモメ、こういうね、そこから弓矢をピュンピュンとね飛ばしてたわけです。こうやってね、穴開いてます。ここから油とかお湯とかを落とすわけです。てっぺんに金の彫刻があります。あれが戦う大天使聖ミカエルですね。キリスト教の大天使の一人です。あの最後の審判と言ってね、はい君地獄、はい天国って言って天秤に魂をかけるあの天使です。このですね、中世の時代というのはやっぱりとっても不安定な時代だったので、もういつ誰に殺されるかわからないね、本当に混沌とした暗いですね、あの世の中だったわけです。人々をに、まあ、希望を与えたのがキリスト教だったわけですね。やっぱりそう、中世の人たちのその信仰心っていうのを少しでもちょっとこうね、想像してみる、ちょっとこうロマンがね広がってきますけれどもね。このモン・サン・ミシェルがある場所というのも西の果てにあるわけで、でキリスト教では西っていうのは終わりなんですよね。東から太陽が昇って西に沈んでいくので、西っていうのは
終わりなんですね。だからまあ西の果てまでやってくるっていうのは、まあ、天国に向かうためのリハーサルのようなものだったということなんですけれども、でやっぱりあの千年伝説っていうのがありまして、当時の人たち10世紀の人たちっていうのは千年になったらね、この世が終わると思っておりましたのでね、まあ、そういう意味でも聖ミカエルの聖地を作って拝みに来るということはとっても大事なことだったわけです。モン・サン・ミシェルの始まりというのは708年にアブロン種の、ね、オベール司教が夢を見たと。夢に聖ミカエルが出てきて、あのモントンブ、トンブっていうのは墓って意味ですけれども、モントンブに私の聖地を作りなさいと夢の中でね言われたそうなんですが、オベールさんは何のこっちゃね思っていた。そしたら次の日もまた同じ夢を見た。あれまた同じ夢だ、ね、ミカエル様が出てきたぞ。次の日もまた同じ夢を見るんですけど、まあ、その時はねミカエルさんが人の話聞いてんのかということでね、ツンツンってね頭をつついたんだそうです。で翌朝起きてみたら、あたたたた頭痛いって、ね、撫でてみたら穴開いてたっていうね、あーかん、これは本物だったんだって、ね、ミカエル様が夢に出てきた、聖地を作らねばということでね、使いのものをイタリアに送って、聖地ってどんなもんなんだろうみたいなね、礼拝堂ってどんなもん作ればいいんだろうということでイタリアに使いを派遣したと、ね、帰ってきた時にミカエルの朱色のマントとミカエルが踏んだとされる石、これをですね持ち帰ってきて、聖遺物としてその礼拝堂に納めたということらしいんです。でその後はですね、そのミカエル様直々触って穴を開けたそのオベール司教の頭蓋骨、ね、これが聖遺物になったんですね。このね頭蓋骨未だにアブロン市の町にございます。でその後ですね10世紀になってこのノルマンディー公リチャード1世という人がですね、ここにベネディクト修道会という修道会、ね、を置いたんですね。祈り働けというですね厳しい戒律を持った修道院をここに置きました。その修道院を置くことによって自分のね縄張りをこうマークするっていう意味もあったらしいんですが、ね、で大変力をつけていった修道院です。そして18世紀になってここは監獄、牢獄になります。海のバスチーユと呼ばれるですね牢獄になるんですね。なので修道院、要塞、牢獄、この歴史があるわけなんです。その後19世紀363年に、牢獄は閉まりましてね修復工事が行われます。ガラガシャーンと何度も崩れても作り直してこの信仰心と意志で完成させた奇跡だと思うんですけれども、それが私はすごく感動的だなと思います。はい、ナベットに入ります。まだまだですねこのナベットが空いているというねありえない状況ですけれども、もうそろそろ大修道院も再オープンするので賑やかなモン・サン・ミシェルの姿が戻ってくると思います。はい、後ろにモン・サン・ミシェルが見えていて、こんなにすごいな、ダメだよ、何やってんの、 No! ケスティフェアホか、ダメだよ、わーすごい、こんなにいる。はい、ディオール美術館に来てます。ここでクリスチョン・ディオールは幼少時代を過ごしたというところ、今ミュージアムは閉まっているんですけれども、お庭は空いているということで来てみました。この幼少時代を過ごした家こそがディオールの人生をねもう決定づけたと本人が自叙伝でおっしゃってますが、素敵。まあ、お庭もねやっぱりデザイナーさんですので、まあご自分でねデザイン構想されたようですよ。
ここもバラバラバラになる予定ですが、もうこの空がですね、このグレーのノルマンディーの空、ちょっと明るいけどグレーというこの空、海、ディオールのあのグレーを彷彿させる感じがします。取ってつけたような意見ですが、でディオールさんはですね、とても迷信深い人で、星が、彼のお守り、ラッキースターなんだろう、占い師にね、必ず相談して大きな決断を取ったんだそうですが、こんなフレッシュなバラの香り初めてね、すごい匂い、何のバラなのかしら、サソン、あ、ウィザソルパファンラ、本当にあの香水、うん、ハイチュウ、オブダモモ、もうそういうさ、一気になんかあのオブダモモイメージを壊すね、自然の香りとは思えないぐらい本当にすごい香りが強い、デリシュース、うん、オラマンジェね、テルモンサソンボン、レッドパフューム、美しすぎる。はい、目の前にこれはモンサンミッシェルの湾なんです。これね、美しい、ここに立つと、展望台に立つとふわーってこのジャスミンの香りがふわーって漂ってくるんです。ディオールの香水にもですね、ミスディオール最初の香水にもジャスミンが使われています。はい、ジャーゼー島というのがこちらにあります。ジャージの語源ですね。ずっと行くとモンサンミッシェルブルターニュということです。ボンバーオリソン、マジでそう、絵になるね。はい、このグランヴィルはモンサンミッシェルを守る兵たちの駐屯地だったというところなんですね。でその後100年戦争の時にはイギリスの手に落ちますのでね、その時にイギリス軍が作り直した砦が今も残っているんだそうです。プールがある、夏気持ちいいだろうな、また夏に行きたいなと思います。綺麗なブルー。Dans vos cônes au saumon, est-ce qu'il y a un œuf caché à l'intérieur? Plus parce que c'est juste pour ce midi. プレサレ売ってます。これが有名な、はい、モンサンミッシェルのプレサレです。ウサギちゃんが裸になってます。セグラパン？耳までついてるよ。デザートはボルディエのヨーグルトにします。さあ、家タユトン。オンマスランドイヤ。オンドイヤ、デビア。はい、このすごい臭い臓物のソーセージ大好きです。好物のニシンのオイル漬けとガチャとラタトゥイユ、美味しいパテを食べます。パテ、ボルジエのヨーグルト、滑らかで濃いね、濃厚。はい、この奥に見えるのがモンサンミッシェル。イエーイ、バトシェルモンサンミッシェル。うん。うち、うるちぎちの。うわあ！バレバレですけど。ちょうど今引き潮です。モンサンミッシェルが見えてます。モンサンミッシェル湾岸道路通ってます。はい、ここからモンサンミッシェルまで歩くツアーというのがあって、出発地点ですね。ここからずっと歩くんです。今日は行きません。En français, s'il vous plaît.
今日は牛さんとモーサン・ミッシェルをバックに涼子のワンフレーズ講座、今日はオーラ・バッシュという表現があるんですけれども、これはですね、おー、牛って言ってるんですが、何かにすごいびっくりしたとき、うわー、すごいっていうときとか、うわー、びっくりっていうときにね、使う表現です。オーラ・バッシュって言います。はい。オーラ・バッシュやプラン・ド・バッシュ。はい。なぜ牛、おー、牛って言うのか、私もちょっとよくわからないんですが、他にも、驚きを表現する言葉、フランス人は表現豊かですからたくさんあるんですけれども、オーモンジューとか、ただ単にですね、もういかにもフランス人っていうのがオーラーラーとかね言ったりします。あとはオーピュネーズとかですね、なぜピュネーズなのか、ね、よくわからないんですが、まあ音でしょうね、音が使いやすいっていうことだと思います。